ジミー・イート・ワールドはアメリカ合衆国の4人組ロックバンド。1993年にアリゾナ州のメサで結成された。最も商業的に成功を収めているエモバンドの一つ。1993年アリゾナ州メサにて結成。ジム・アドキンスとザック・リンドは幼少期以来の友人である。現在とは異なり、バンド初期はトム・リントンが、 メインボーカルのパンクロックバンドであった。この時期に4曲入りの EP、1,2,3,4とファーストアルバムとなるインディーズ版、ジミー・イート・ワールドをリリースしている。その後、サニー・デイリアル・エステートなどに刺激を受け、エモを試み始める。インディーシーンでのツアーで徐々に注目を集め始め、1995年にキャピトルレコーズとのメジャーレーベル契約を開始するが、 契約直前にミッチーポーターが脱退。代わりにトムの友人であったディック・バーチが加入した。契約後、ドライブ・ライク・ジェフのドラム、マーク・トロン・ビーノをプロデューサーに迎え、翌年にメジャーデビュー作となるセカンドアルバム、スタティック・プリベイルズをリリース。1999年、サードアルバム、クラリティをリリース。このアルバムからメインボーカルはジムとなり、 トムは一部の曲を除いてバックボーカルに止まっている。なお、収録曲のグッバイスカイファーバーはジョン・アービングの小説 A プレイヤー4 o n ニ e に基づいて書かれた。2001年7月、ホースアルバム Breed American をリリース。実質的なレーベル契約がないまま制作が進められたこのアルバムが大ヒットを記録し、アメリカ、カナダにおいて プラチナムを獲得する。同年のアメリカ同時多発テロ事件後、アルバムタイトルは、その影響を考慮し、ジミー・イート・ワールドと変更された。このアルバムから、シングルカットされた曲の一つである、ザ・ミドルはバンド最高位のビルボード5位にランクイン、その他の収録曲も、映画などの、各メディアで多く起用された。2004年、フィフスアルバム、フューチャーズをリリース。 このアルバムでは、マークに代わりプロデューサーにピクシーズや、フーファイターズを手掛けたギルノートンを起用している。ゴールド獲得。2007年、シックススアルバム、チェース・ディス・ライトをリリース。2008年、スイートネスが、アサヒ・スーパードライの CM に起用され、日本でもなお広く知られるようになる。同年4月には、ブリード・アメリカにライブバージョンやデモを加え、 アルバムタイトルを現代に戻したデラックスエディションがリリースされた。2010年9月、セブンスアルバムインベンテッドをリリース。2013年6月、AS アルバムダメージをリリース。バンドの名前はギターのトム・リントンの二人の弟の幼い頃の喧嘩を由来としている。毎回体の大きかったジミーに打ちまかされ、話しだったエイドは、 ある時クレヨンで不細工に描いたジミーが大きな口を開けて地球を食べようとしている絵を冷蔵庫に貼ったといい、その絵のタイトルがジミー・とワールドであった。ありがとうございます。